皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、女性教室集客コンサルタントが教える教室集客の落とし穴、 90% 以上の人が見落としがちな重要な一つのポイントとはということについてお伝えしたいと思います。ちょっと長いタイトルですいません。はい。こちらはですね、まあ、もちろんテーマは、まあ、集客といえば集客なんですけれども、まず最初におさらいしたいのがですね、私集客ができないんですということで、私のところに相談する方、相談にいらっしゃる方で、本当に集客ができてない人と、一応集客というかアクセスが集まってると言えばいいでしょうか。例えばインターネット集客でいうと、ページは見られているとかで、それが決まっていかないという、ページが悪いんじゃないか疑惑がその1ですね。その2は、ページも見に来てくれる、体験会とかも来てくれる、その後決まらない、要は、対面で会った時に決まらない、クロージングと呼ばれる制約の部分がですね、決まっていかないという、こちらの方のパターンを集客ができないという言葉で一括りにしている方が結構多いんですよ。で、本人は制約ができていないのに集客ができていないという言葉で、伝えてしまうので、私はどっちか分析しますけれども、それをこう自分の中で、私集客ができてない、制約が本当はできてないんですよ、集客ができてないと勘違いをして集客活動を頑張るんです。ここを直さない限り、絶対に総トータルとして制約したっていうことにならないので、売り上げは上がりません。だから SNS で集客を頑張るとか、インスタグラムで頑張るっていうところでね、やってみるっていうのは全然構わないんですけれども、ここの最後の砦のところがうまくいかない限りは、ここをいくら頑張っても、まあざるに水を通すようなもので、いくらやってもたまっていかないという現象になります。で、私は特に自分が営業職だったっていう経験値もあって、この制約の部分をすごく大事にするタイプのコンサルタントなんですね。一応名前は集客コンサルタントっていう方が、皆さんが私を探しやすいので集客コンサルタントっていう言い方してますけれども、実はお金に直結するのって、この出口に近いところの制約力があるかないかの方がお金に直結するんですね。で、この集客力を上げるよりも制約力を上げた方がパフォーマンスがすごく高いんですよ。パフォーマンスがすごく高いっていうことは、短期間で成果が出やすい。だから集客ができてないとか、売上が上がってないっていうタイプの方に関しては、基本この制約力を上げることの方に私は注力をします。ですから、どちらかというとこの制約力の方が大事だよっていうのがポイントなので、内容をこれから詳細説明しますけれども、結論を言ってしまうと、 90% 以上の人が見落としがちな重要なポイントとは制約力です。これがまず最初にお伝えしたいことです。はい。では本題に入ります。先ほどですね、その集客ができないっていうのを勘違いしている方がいらっしゃるっていうお話をしました。で、集客そのものがもちろんできてないっていう場合もあるんですけど、それは集客の手法のところでまた詳しくお説明するので、今日は制約ができていないという2つのパターンですね。一つは対面でできてないパターン、一つはウェブ上でできてないパターンで、まず体験会とかを絡まれないでウェブ上で決めていきたいような形の場合には、まあ、何かしらのページ、ウェブ上の紹介するページっていうのがあるんですね。で、そのウェブ上で紹介するページっていうのが、いわゆるウェブのマーケティング用語で言うと、まあ、ランディングページっていう言葉、 LP っていうふうに表される、着地ページっていう言葉でも言われるようなケースがあるんですけれども、まずその出来が悪い可能性がとても高いです。で、ランディングページの特徴っていうのは、
細かくこの手法で書いてってくださいっていうのまたものすごく長くなっちゃうので、ランディングページの解説はまた違うところでしたいと思うんですけれども、要はどういうページになってなくちゃいけないかっていうと、あなたが欲しい成果が、申し込みをして欲しいという成果を欲しいという場合が、それがあなたにとってのランディングページのゴールになりますから、そのページに飛び込んできた人がそれを読んだ時に、あ、いいね、この商品いいね、お、でも値段どうかな、高いかなとか、いろんなことをこう読みながら検討していくわけですよね。だけれども最終的には、そうだ、これは私に必要だ、買わなくてはいけない、サービスだろうと商品だろうとですね、そういうふうに思わせるように、感情を操作するという意味ではなく、自然にその感情が流れていくように、必要なことを必要な情報として伝えていくっていうのがランディングページになります。だから私はあんまりこう煽るっていう言葉はあまり好きではないし、結局煽って商品を買った人って後ですごいクレームになっちゃうんですよ。なぜならば煽って買わせてるからです。煽るっていうことはある種、例えばいろんな煽り方があるんですけど、脅迫観念で今買わないとあなたはもっとひどいことになるみたいな、脅迫するようなランディングページを作ることもできます。あまり私はその手法は使わないです。だけれども悩みが深い人だと、それによって買ってしまう場合は期待値がものすごく大きくなってしまうので、その期待値に応えられない商品サービスに対しての不満もものすごく大きくなるので、煽って商品を買わせると後でクレームが多くて、その処理の方がむしろ面倒です。だから基本的に煽ってはいけないんです。必要なことを必要な人が気づいてないところを伝えてあげるっていうのが LP にとってとても重要なポイント で、その手法っていうのは、さらに女性の場合にはストーリーテリングって言って、物語的に書いていく方が共感が得やすいので、私も男性向けのウェブサイトで男性を制約させるように書く時のライティングと、女性を制約させる時に書くライティングは意識的に分けてます。女性の方がやはり物語調に書いていく方が、そうだよねそうだよねって思ってもらえるので、結果として制約率も高いし、買った後のクレームが少ないです、なのでその感覚で書いていくっていうのが、どの道必要にはなっていきます。で、もう一つ、制約の部分で弱いっていう部分は、特に女性の方が一番弱いのは対面での制約だから、体験会の制約率が悪い人は結果集客ができてないと勘違いするんですけども、体験会のその対面の部分での制約が低いということになります。で、この体験での制約が低い人の特徴、これは営業職をやってた時に営業ができない営業マンと全く同じ特徴があるんですけれども、どういう特徴が一番大きいかっていうと、まずカタカナ用語で言うとクロージングっていう言葉になってしまうんですが、意思確認と言えば分かりますでしょうかね。例えば体験会にいらっしゃるってことは、何かしらもう入りたいとか目的があってそこに来ているわけなので、当然体験が終わった後にですね、そのコースとかその教室に通うかということを検討しているわけですよね。その瞬間にいかがですかっていう言葉を聞けばいいだけなのですが、それを聞けない方が非常に多いです。で、聞けないっていうことはどういうことをするかっていうと、なんかこう売りつけてるような気がして嫌だっていう罪悪感からですね、よかったらじゃあ検討してくださいね、またじゃあご連絡しますねということで一旦返してしまう方が非常に多いんですよね。返してしまうということは、体験会に来てる時に一番ボルテージが上がってるんですよ。で、しかもその体験がめちゃめちゃ楽しかったら、もう通うことは決まってるわけだから、いかがですかって言ったら、はいお願いします、これだけで済むはずなんですよね。そこでこの金額を言ったらとか、これを何したらこの人は売ってると思うんじゃないかっていうのは、ご本人の被害者妄想に近いようなイメージで、なぜそんなに後ろめたい気持ちになるのかっていうことです。サービスを求めている人が来てるだけだから、内容を説明していかがですかと聞くだけで問題がないはずなのに、なぜかここを躊躇する教師の先生はとても多いです。躊躇するとなんか悪いことを言ってるみたいなオーラって出ちゃうんですよね、体に。そうすると相手は警戒心を持ってしまうので、結果
金額の言う時もなんか先にこう、なんだろうな、自分が高いと思ってると、相手がその金額を伝えた時に「うーん」って顔をすると、黙ってればいいのにですね、ですよね、高いですよねとかっていうのを自分から高いって言葉を言ってしまうんですよね。高いって言葉を言うと相手は高いんだなって思うから、高いってやっぱり言っちゃうので、結果決まらないっていう、そういうケースが非常に多いので、価格ってなぜそんなに言いにくいかっていうと、本人がその商品に自信を持ってないケースは当然高いと思われるだろうと思って伝えてるから、そういうことになっちゃいます。だからべらぼうな金額をつけたらそれはやっぱ高いって言われますよ。例えば世の中の教室が5,000円が普通なのに5万円っていうふうに言ったらですね、高いって言われる可能性あります。ただしある特定の価値を持つ内容で、ある特定の人に絶対に響く内容だったら5万円でも高くないという場合も当然あります。それは物は需要と供給と、あとその人のサービスに対してのファン度の違いですね、熱狂度の違いなので、例えば自分の大好きなタレントさんとかと、30分お話ができるとかって言って、その人とは一生に一度でいいから会えたらいいと思ってる人は別に普通に100万ぐらい払うかもしれないわけですよね。っていう、そういう話です。だから需要と供給と熱中度、熱狂度ですね。それによって値段って変わっていくので、一概にその値段が適正かどうかっていうのは、一般的な値段ってありますよ。あるけれども、それはあなたが決めることではないということです。相手の人が欲しければそれで OK。ただし、欲しい魅力をどうやって伝えるか、ここは結構大事なんですけれども、質問力なんですよ。優秀な営業マンっていうのは喋らないんです、あんまり。その人が何に困ってて、どういうものが欲しいのかっていうのを雑談の中に上手に質問を入れながら聞いていって、でその質問に対する答え、要は商品とかサービスの側面を切り取って、今回の、このレッスンだとあなたがそう望んでることをこういうふうに叶えることができますよっていうのを上手に伝えていくので、押し売りではないんですよね。本人のが本人の言葉で欲しいと言ったものを提供できますよっていうだけなので、全然大したこと言ってるわけで、事実を伝えてるだけなので、売り込みでも何でもないですね。だからこれを自分ばっかり喋るタイプの営業マンと先生は決まっていかないんです。なぜならば相手の情報が得られていないのに、自分はこちらから話してるのに相手はあちらから話してくるんで、噛み合わない、ズレが生じて埋まらないということになれば、この商品は私にとって全然魅力的じゃないなと思われれば、当然買わない、そして帰るみたいな形になってしまいますので、そのギャップをなるべく少なくするように、相手が欲しいものはこういうふうに答えられますよっていうことを伝えていくだけです。で、この際にあともう一つ言うのは、私がよく言うのはメリットとデメリットを両方伝えます。全てがメリットだらけの商品という時もまあたまにはありますけれども、その人にとって不安でネガティブに思っている要素が本当に当たるようなケースとかもあるので、それは正直に伝えた方がいいです。最近で言うと、私が募集をしたとあるコースなんですけれども、そのコースっていうのは少しパソコンが苦手すぎる方だとついてこれない内容にカリキュラムが組まれています。その場合にはこれぐらいのパソコンができない方にはちょっとこの講座はきついと思うので、意欲は買いますので、この操作ができないと思う方で、でも受けたいっていう方は事前にご相談くださいっていうのを一文書いてたりとかする時があります。ここを書かないで、仕切りもつけないで、それなのにパソコンの操作がそこそこある講座を展開したら話が違うと言ってクレームになります。であれば最初から申し込み入れてほしくないっていうか、入れなくていいと思ってるんですよね。そういう方に関しては最初からお断りの一文入れておく。ですからこれは同様で、体験会でもこういうタイプの人だと難しいかもしれないなと思う要因がある場合には先に伝えて、それによって決まらないのであればそれでいいんですよ。
そこを無理に決めてしまうから、今度はトラブルに入ってってしまうんですよね。割とその出だしのところをしっかり詰めないでスタートすることによってトラブルになっちゃって、後で解約の時に揉めるとかですね、そういうようなケースもある場合もあります。もちろん全て入り口で失敗するっていうわけじゃなくて、途中でその方が変貌してしまって、その性格を出だしに見抜けなくって、クレーマーのような状態になってしまって揉めるっていうケースもたまにあります。ごくごくごく稀ですけれどもね。だけれども、基本、クロージングと呼ばれるその制約に近いところに行くためには、特に対面の部分でのスキルは質問力です。相手のことをどれぐらい理解して、それに合う商品を自分が提供しているよということを伝えられるかどうかが肝になってくるので、これ営業職じゃなかった方は結構難しいんですよ。だから決まらないっていう先生は、それを改めて自覚して練習する必要があります。例えば私も、私のクライアントさんで成約率が悪い方っていうのがいらっしゃるんですよ。で、その再現シーンを全部やり取りやってもらいます。どういうふうに言った、どういうふうに言った。で、そこでなぜ決まらなかったのかのポイントが5つとか見つかっちゃう時があります。で、次回に似たようなケースの時に3つになればよくって、その次に1つになればよくって、最終的になくなれば多分決まるようになります。で、決まるようになると、今度何を質問して、どういうふうにお客様に対応すれば、お客様って喜んで申し込みますっていうか、話をしている最中にもう申し込みますって言われること多いんですけどね。そういうふうになっていく組み立てが成功体験として身についてくると、ほぼ100%です、成約率は。私のクライアントさん、そういう方多いです。成約率ほぼ0から100になった人もいるし、50から100になった人もいるし、決め手はその何を質問したらいいのか分からなくて決まらないっていう、この辺りがポイントだったりすることが多かったっていう方ですね。ですから私がとりわけ理解しているのは、教室の先生は価格のこととか、そのいかがですかっていう最後の決めをその場で言えないっていう方が非常に多いのが問題だなっていうふうに思ってます。後ろめたいことはさっぱりなくて、ただ聞けばいいだけっていうふうに思っていただければ、相手の方も判断するだけでいけるはずなので。で、なぜ聞けないかっていうと、ご自身のプライドが傷つくからです。断られたっていうことを人格否定に勘違いする方が多いからです。断られたのはその人のタイミングと内容が合ってないだけか、まあ、伝えきれてないかどれかなんですけれども、それは普通に淡々と聞き流して、じゃあまた機会があったらよろしくお願いしますっていうことでお返しすればいいだけのことなので、一度はきちんといかがですかっていうのを聞く必要があるということです。で、今日のお話をまとめます。教室集客の落とし穴ですね。90%の以上の人が見落としがちな重要な一つの、たった一つのポイントっていうのは、制約プロセス、制約力です。これを見落とすと、結果集客ができていないと勘違いしてしまうことになるので、実はそこが問題っていうことをちゃんと自覚する必要があるということです。ですので、本当に集客ができてないのか、制約ができてないのかっていうのをデータを取ってちゃんと確認する必要があるので、ご自身が一言で集客をできてないというふうに思うんじゃなくて、で、実は制約ができてないとしたら、そちらを改善する方が集客を頑張るよりはるかに簡単です。ということを本日はお伝えしたいと思います。それでは。